はい、こんにちは、ショートボブ専門美容師のミッチーです。今日も YouTube リアルサロンワークやっていきたいと思います。本日のお客様の、ののさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速カウンセリングからしていきます。まだ本当に何も喋っていないのでリアルな風景をお伝えできると思います。では、はい、今日はカットと縮毛矯正ですね、はい、そうです。はい、いかがですか？結構3、4ヶ月ぐらい縮毛矯正かけてから開いて、まあ、髪の毛も受験のせいで切れなかったりとかして、ちょっと伸びてきて、運動部なので切りたいなっていう。おお、なるほど。3、4ヶ月前に矯正をして、はい、で、まあ、受験等々でモサモサになっちゃったから、そうですね。切りたいと。はい、で、運動部。運動部です。はい。高跳びとかもなんかいろんなやつやるんですけど。すごい。陸上系なんですね。あ、陸上系で。結ぶともう一回ぐしゃっとなっちゃって、確かにそうです、切りたいなっていう。結ばなくていいぐらいに。あ、まあそうですね。切りたい。はい。なるほど。後ろは写真送ったぐらいで、顎よりちょっと上ぐらいがいいなっていうのがあります。こういうボブ。あ、はい。顎より上がいいんですね。すごい上になっちゃうとちょっとおかっぱっぽくなっちゃったりとかするじゃないですか、たまに。そうならないようになっておけばいいかなって感じです。ボブっておかっぱなんですよ。あ、まあ、要は。はい。で、それがなんでワカメちゃんみたいなのが嫌かっていうと、シルエットとか、あと色とか、あとはその収まり方とか、あ、はい、そういったもので見えるから、まあ、最近ミニボブって入ってるじゃないですか。あ、はい。で、いただいてるのミニボブの領域ですよね。そうですね。はい。で、ミニボブは結構こうスッと割とペコッと収まる感じで、はい、ウェット系の串目がついてる感じじゃないですか。ああいうのだともう絶対ワカメちゃんにならないんで、黒髪だとしても、はい、黒っぽいとしても。逆になんかちょっとこうもわってなっちゃって顎上とかだとすごい昔っぽい感じのボブだから、その辺はあの今日は縮毛矯正もしていくのでご安心ください。あ、はい、縮毛が3ヶ月前に結構でもうねり出てますよね。そうですね。3ヶ月だと髪って5センチぐらいしか伸びないんですよ。このぐらいしか伸びなくて、はい、今見ると結構このぐらいまでうねってるから、あ、もしかしたらちょっと前回の調整が少し甘くて、あ、それで余計になんか広がっちゃってる感じがするのかもしれないですね。ちなみにかけたて前回どうでした？かけたて、あ、ちょっと緩いなっていうのは感じて、はい、まあ、1週間ぐらいしたらちょっと後ろら辺とかうねってきたかなって感じそうですよね、はい、後ろはね結構もう毛先3分の1以外はうねってるんで。あ、そうですよ。矯正はいつもされてるんですか？定期的には行きたいって感じで、年に何回か。はい。理想は多分 3、4ヶ月とか。そうなんですよ。割かしそのうねりが強い髪の毛なんですよね。あ、そうです。ねじれたりはしてないから、はい、じりじりはしてない。あ、そうですね。ツヤは結構あるから割かし伸ばしやすい癖ですね。伸ばしたら結構ツヤも出る、綺麗に伸ばしやすい癖かなと思います。毛、はい、もそんなに太くないし、ただ量は多い。あ、量多いですか？ね、量は多いです。ただ太くないから、はい、なんならちょっと細めくらいだから、ここのボリュームが出ないから、 あんまり自分では量多くないと思うかもしれない、はい、切る時なんですけど切ってから少し伸ばすか悩んでて、まあ、切ってもガタつく感じが少ない感じに切ってほしいかなと。もうちょっと伸ばしても変にならない感じにしてほしい。わ、かりました、はい、持ちがいいように、ね、まあ、はい、伸びても変じゃないように。ちなみになんか伸びて変になっちゃったことってある？まあ、なんかベリーショートの時に、まあ、それおかしくなっちゃうんですけど。あ、わかりました。それはもう任せてください、はい、大丈夫です。ベリーショートだとこうやって段差つくじゃないですか。あ、そうです。なんかね、ガタガタになりやすいんですけど、はい、ボブってこう揃ってるから比較的持ちがいいです。あ、今日のボブがわりかし平行気味か、はい、気持ち前下がりぐらいなんです。あ、そうですね。で、髪の毛ってこことここだと、はい、前と後ろだと後ろの方が伸びるの早いんですね。だから前下がりに切ると1、2ヶ月経つと平行になります。はい。で、3、4ヶ月経つと今度後ろがこう長くなってくるっていう感じになってくるから、はい、まあ、その辺のなんだろう、後ろのもっさり感っていうのは多少出てきやすいんですけど、あ、はい、まあ、できるだけ、はい、あのまとまるようにはカットさせていただきますね。ありがとうございます。その他はなんか、前髪なんですけど、はい、切る時に結構前髪が厚いのでいい具合にその量とか調節して切ってほしいかなって思います。あ、なるほど、はい、切りたいことでいいですか？あ、切りたいです。今時はちょっとシースルーという、あ、まあ、そうですね、な感じでも、はい、あ、なるほどね。確かにすごい今伸びて、はい、作り直すにはちょっといい長さかもしれないですね。そうです、うん、まあ、家族には双子なんですけど、双子、はい、はい、なんか片割れには重い重いよみたいな、お前、お、なんか重いって言われて前髪が
はい、だからちょっと減らした方がいいのかな。なるほどです、分かりました。はい、まあ、うねりもあるんでね。そうですよね。背伸ばして乾かした状態で見ますね、はい、したら。分かりました。でもミニボブとシースルーバンがめちゃめちゃ相性いいので、はい、似合うと思います。あ、よかったです。でお顔の形的にシュッてした感じにしちゃうとすごい、はい、した感じになっちゃうからこの厚み感はしっかり残しながら自然な顔の形に合うボブの厚みをちゃんとここに合った方がいいお顔の形してるので、はい、やっていきます。はい、お願いします。これバキンとならないような仕組み矯正をかけて、はい、毛先に関してはもうかかっちゃってるんで、はい、まあ、そんなにこう劇的にぐるんとは回らないから、あ、はい、もしそういう感じにしたい場合はご自身でやっていただく。あ、わかりました。はい、じゃあもうバッチリ、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではカットをしていきます。今宿毛矯正用のシャンプーで洗いました、はい、宿毛矯正ってすごい繊細な薬なので髪の毛のコーティングオイルとかリンスとかのシリコンとかそういったのがしっかりついてると薬の効きが変わっちゃうので一回きれいに取ってすっぴんの状態の髪をしてあります。でここからカットしてまずはやっていきますね、はい。乾くとね、ちょっと上がる髪質なんですよ、はい、あ、そうですね。ね、後ろはそんなに縮まないので、はい、横もここがすごい縮みやすい髪質してるから、はい、気持ち長めに切って、はい、後でまた調節できるようにします。そうですね。7割ぐらい。今日は薬は2種類使ってます。あ、2種類です。癖の強さと髪の状態に合わせて、はいはい、2種類はやってもらったことないです。本当ですか、はい、まあ、多ければいいってもんでもないし最大で僕4種類ぐらい使ったりしますけど、まあ、ちょっとまだうねりは残ってるんで、はい、ここからアイロンで伸ばして、はい、お願いします。2本使っていきます。はい、日本使いは乾かし方は基本的にボブの乾かし方になるので、はい、こうぐーっと前に乾かしてください。で、ちょっと前髪はこう擦ってパーッと乾かすと、はい、あの自然にパカーンとならずに出ますのでね。はい、触ってみてください。すごい。やばいですね。下の下めっちゃなんかキューティクルが生きてるっていう。でこれでアフターカットしていきます。これまでやった後、ちょっとやっぱ傷んでるなと思って、あ、感動しました。ありがとうございます。今日は、毛先の部分にもともとの宿毛矯正が結構残っていてもう結構シャキンってまっすぐに、ね、なっているのでそれはやっぱり宿毛矯正だと一回まっすぐになりすぎちゃったものを内巻きに戻すのはなかなか難しいのでアイロンしなくても自然な板みたいな、ね、感じは出てないと思うんですけど、はい、まあ、今日の仕上げはより内巻きになるようにアイロンを使っていきます。こんな感じで、はい、自然に内巻きにしてもらえれば大丈夫ですか。はい、アイロンの推奨温度は130度です。そうなんです。癖のある部分は、まあ、もうちょっと150度とかぐらいでもいいですけどね、はい、なんでかっていうと髪の毛がタンパク変性って言って硬くなっちゃうんですよ、はい、あんまり高い温度で何度もやってるとなんかあんまり上の方からくるんってやるとシルエットがこういうシルエットになっちゃう、はい、ちょっと違うんでぐーっと真下に落として最後だけちょっとキュッてやる、はい、
こんな感じで。じゃあ、失礼します。よかったです。いつものヘアバームです。ちょっとウェット系にしたいので今日は少し多めで10円玉よりちょっと多いぐらいです。もう手に伸ばして、これも乾かすときと一緒で内側から前に入れて、後ろでこう内側の気をつけて、もみ上げもちゃんとつけると可愛いです。で内巻きになってウェットになってたら、はい、いいんですよめっちゃ楽です。だから、いや最後残ったので前髪をこうやって幅感が出て、これシースルー感が、ね、はい、出てくるの で、サイドに関してはもう串で刺しちゃいます。はい、はい、ありがとうございます。めっちゃツヤツヤです。ツヤツヤですね。はい、ないですね、最高に。あ、本当ですか、ありがとうございます。史上最高になりましたすごい、しか出てこない。ありがとうございます。まあ、顎上のボブですね、はい、あと、まあ、ミニボブらしいコストンとしたはい、シルエットは作らせていただきました。カットラインもね、綺麗に作れてると思います、はい、で、癖は仕組み矯正で板みたいにね、長く伸ばして、はい、何もしなくても自然な内巻きにはなってたと思うんですけど、はい、できれば自分で、ご自身でアイロンでちょっと入れていただけると、こういうまとまりが出る、はい、で、最後にヘアバームつけて、はい、頑張ってみてください。ありがとうございます。お疲れ様でした。私長くありがとうございました。はい、今日もご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではショートボブに、悩むすべての女性というコンセプトで、動画を配信しています。3回ほどカットと矯正の手術の配信になったんですが、まあ、今後はカットのみで、まあ、カットをもう少し細かく、解説させてもらったり、まあ、似合わせだったりとか、ショートのスタイリングの、ね、仕方を僕がレクチャーしたりとか、あとは実際にモデルさんにお越しいただいて、モデルさんが自分でこうやってスタイリングしているところを僕がお教えしたりとか、まあ、そういった感じでいろいろと企画も考えていますので、もしよかったらチャンネル登録していただけると、ご覧いただいている方々に有益な情報をお届けできるかと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。